ロイドご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、どうも、今回は神奈川県川崎市にやってきています。川崎からですね、本当に3、4分歩いた場所にいるんですけども、今、ちょうどね、ここ目の前、牛タンとかですごい有名なハッタンさんとお店があるすぐ向かいにある麻婆混ぜそば、混ぜろっていうんですかね、こちらの店を目にしまして、なんか見るとメニュー担々麺なんかもあるんですけど、おそらくこちらの一番の看板、この混ぜそば、麻婆混ぜそばっていうのがあって、麻婆豆腐と絡めて食べる新感覚の混ぜそば、ちょっとね、この担々麺もめちゃくちゃうまそうですけど、やはりまずはこの看板の麻婆混ぜそばいただきに入ってみたいと思います。行ってみましょう。てか行こう。
はい、というわけでいただきました、マゼローさんの麻婆マゼソー、これねめちゃくちゃうまかったです。正直あの入り口前のあの写真を見て、担々麺もねうまそうだなと思っていたんですけど、このね麻婆マゼソーはね見せよかったです。しかもあの、あれは極みラー油といういわゆるこうラー油を作るときに、入れている唐辛子とかのね素材をこさずにそのままの状況で提供されているということで、ちょっとあの若干粉末状になったものなんかも混ざっているので極みラー油がかかっているんですが、でこの混ぜそばにはデフォルトで、鶏の、蒸し鶏のチャーシューと煮豚のチャーシューがねどっちも入っているということ で、さらに今日はそっちに自分はあの蒸し鶏の方はねトッピング追加しましたが、うまかったですね。で特にこう自分はね煮豚の方のチャーシューもねすごくうまいと思いました。で実はこれ着丼前にもう簡単に座った時から甘い香りがしてて、で八角なのは分かるんですけど、なんかそれにしてもこんなカウンター越しに香ってきたことあるかなと思って食後に伺うと、これは、ウーシャンファンと言いましたか、八角も含む八角とかクローブとかシナモンとか含む5種類の、香辛料をね混ぜたものを使われているからなんだそうで、これがねすごいいい香り、あのこれね痺れるような辛さあるんですけど、同時になんかねフルーティーともいえない、甘いともいえない、なんとも言えないこうね本当いい香りがね漂ってるんです食べながらも。でその中で半熟卵、これあれだけのなんか辛さがあって半熟卵の味とかわかるかななんて思って食べてたら、途中半熟卵を溶かした、溶いたあたりに差し掛かるとね、ちゃんとその甘み本当にほのかな卵の白身とかの感じもね感じられるほど、ただただ辛いだけじゃないですね、これ旨味もそうだし味のこう整理され方っていうんですか、すっごいうまかったですこれ。なのでちょっとね入店前の写真のインパクトで混ぜそば麻婆混ぜそばよりね違うものを頼まれる方もいらっしゃるかもしれませんが、食べたことない人は絶対この混ぜそば本当に食べてほしいです。こう見た目どうしても混ぜちゃうんで、見た目的な変化は、ね、そんなに起こらないじゃないですかね混ぜそばって。でも食べていく中で味の変化香りの変化を、ね、すごく感じました。いやめちゃくちゃ美味しかったです。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。